APOD。2015年1月25日。ねじれた噴出性太陽プロミネンス。一見したところ、太陽の化け物のように見える、この鍵爪の中には、地球が U20 個は入ります。この化け物は、実際は、巨大な噴出性のプロミネンスで、今日の30分をギュッと凝縮した微速度撮影動画には、そのプロミネンスが、私たちの太陽から飛び出していく様子が見えています。ところがこの巨大プロミネンスは、大きさだけが特別ではありません。その形も特別です。このねじれた8の字の形は、浮き上がった太陽の粒子の間を、磁場が複雑に縫って走っていることを示しています。この表面の爆発現象は、おそらく、太陽表面すぐ内側の、ガスの自転速度の差、作動回転が原因です。この5コマの動画は、2000年の頭に、太陽を周回している観測衛星、双方が撮影したものです。巨大プロミネンスや、強烈なコロナ質量放出は、比較的珍しい現象ですが、今ちょうど太陽が、黒点数が増加し、活動のピークを迎える、11年周期の極大期にあるため、また頻繁に起こるようになってきています。明日の APOD は、雪の巨人の空、です。